Nintendo 3DS 用のゼルダの伝説時のオカリナ 3D が発売になりました。2011年6月16日発売ですね。値段は4000円ぐらいです。早速開けてみます。じゃあ開けます。できた。お、これですね。これがソフトですね。説明書はなんだこれ、紙一枚になってますね。折り曲げて、まあいいや。なんかコンサートがどうのとか、なんだこれ、 e ショップの宣伝かな。ワクラブ任天堂のやつ。あとは普通ですね。最近のはこれ穴開いてんだ。早速ゲームをやってみましょう。ゲームの音楽が入るとまずいんで、ヘッドホンしてやろうかな。じゃあこれ入れます。よし、出たぞ。ロード画面があれだな、トライフォースのなってんだな。お、はじめに、なんだこれ、オープニングの映像が流れてますけれども、あ、ゼルダのロゴが浮かんで見えますね。これ64版で、十何年前にやったんですけどね。当時は確か土曜日発売で、並んで買ってたと思うんですけどね。このソフトを買うのに並んで買ってたと思うんですけど、馬が、カメラがどっかの村の中に入っていきますね。こんなの64番であったかな、もう覚えてないんですけどね。今度は、お、なんかまた別のデモ映像っていうか映像が出てきたな。なんか浮かんでるのにやられちゃうやつ、やられちゃう映像なのかな。これが一周すんのか。まあいいや、始めよう。セーブは3つできるんだな。名前はリンクでいいな。はじめにリンクって書いてあるけど、リンクでよし。セーブしたら日付が出てますね。スタート。なんか今連れ去らわれる映像が出たけどな、なんだろうな、なんだっけな、全然覚えてない。妖精ナビがデクノキの言葉を聞く。漢字に振り仮名振ってあるから子供でもできますね。妖精を持たぬ子、草刈りを手伝う。草刈りってどういうんだこれ。A で掴むのかな。掴む、草刈りできねえやんけ。で、デクの木ってどこにあんだこれ。物知り兄弟のお家で聞いてみよう。L 注目。64の時は Z 注目だったような気がするけどな。盾は売ってるけど、他のものは売ってないと。でも盾は村にあるっちゅうんで、どこかに取ってくるのかな。
なんか L の穴っていうのに入ったらなんか音がするな。何の音だろうな。カニ歩き。わあ、なんか来た。石が来た。危ない危ない。何なんだあの石は。あ、まだ来たー。何なんだこの石は。あ、宝箱があった。やった。コキリの剣を手に入れた。草切ったらハートが出てきた。あれ？この柵の上に乗れた。で、盾はどこにあるんだ、これ、盾は。盾のありかがわからない。盾って買うのかな、もしかしたら。高いとこから飛び降りるとこの立体感がいいな。石掃除したけど何もないな。クロストークが出るからな。角度が難しいんだよな。この森を見渡すってやつを。ジャイロでやるのが気持ちいいな、これな。盾はお店にもあるけど、盾じゃ森の中にあんのか？ 64 の頃のオリジナル版やった時のことを全く覚えてないからな。うわ、敵がいた。買うんだな、なんだかんだ言って。だってないんだもん。まあ、盾を買ったから、剣と盾を装備して、デクノ機に行けばいいんだろうな。うわぁ、なんか出てきた。なんだ、デクノ棒っていっぱい拾えるな。呪いをかけられたデクノ機をどうにかするのか。なんでこのデクノ機の中に、なんか敵みたいのがいるんだろうな。クモってどうやって倒すんだ、これ。なんか投げんのかな。お、倒した。何を、お、何かを投げて、何を投げたんだ今。撃ったっつうのかな。で、結局これからどうすればいいんだこれ。あんまり上すぎるとパチンコで狙えないのかな。あらー。なんだこれは。飛ぶのかな。飛んでみよう。りゃあ、いた。行ったら下に落ちたらなんか出てきた。何も出てきてないけど。燃えた。何かが出てきたけど、どうしたらいいかわからない。黄金のスタチュラ。あれ、また雲が復活してる。これ火つけるんだな。コンパスを見つけた。ハートが減った時の、リンクの、疲れ具合が。あそこにどうにかして行った後、あれを多分押すんだな。上から落ちるんじゃなさそうな気がするけどな。やっぱり降りるんじゃないんだな。何かを取り忘れてんのかな。あそこになんかある。っていうことは水に入るんだな。スイッチがあるけど、これどうすんだこれ。この間に何かをするの？ああ、わかった。押すもできんだ。なんかいるぞ。これどうすんだ、これ。これか、順番に倒すっていうのは。出たー。あれ？これさっきんとこだ。ここを多分燃やすんだろうな。これを燃やすには、こっちから行かないといけないんだ。どっち、これかな？ 231 って言ってたやつ。ひるんだ隙に剣で攻撃。ゴーマか。ひるんだ隙っていつひるむんだよ。ああ、多分この時になんかやるんだな。なんか卵が落ちてきた。なんだこれは。ああ、死んじゃった。初めからこんな難しいゲームだったかな。やっぱり思った通りだ。やった、倒した。デクノ機の願いをもう一回聞くのか。黒き砂漠の民。
さっきのあれは夢の映像か、一応オープニングっていうかタイトル画面は。さっきのは呪いを解くための戦いだったのか。デクノキの中になんか言ってないとこあるんだけどな。クモあんなに退治したけど、3匹しか倒してないことになってんな。ゴールドなんとかっていう、黄金のスタチュラか。この後はもうこのままハイラルのとこ抜けていいのかな。コキリ族は森から出たら死んじゃうっていうけど、出ちゃう。サリアとお別れ。オカリナをもらった。妖精のオカリナ。LYXAR。あ、これ、あれ、メロディーじゃないんだ。ああ、暗くなってきた。ああ、城が見えてきた。あら、閉まっちゃう。城が閉まる。なんか骸骨が出てきたけど。ハイラル城に入った。ここになんかいるな。ハイラル城下町か。壺を割ってストレス解消。セーブしました。ゲームをやめる。あー、2時間6分。実質ゲームやってた2時間ぐらいやってましたね。3D の画面で。特に目とか疲れないですね。普通ですね。誰だ、目疲れるとか言ってたの。普通に疲れるけど、普通ですよね。普通にこういう画面見てたら疲れるのと同じぐらい疲れる。面白いゲームだ。全然昔やった記憶が全く残ってない。なんか初めてやるみたいな感じになってる。これは楽しみですよ。